受賞さされたおお気持ちをお聞かせくださいそうです、ね、いや本当にとても素敵な賞をいただけて光栄に思っていますブルガリのジュエリーをまとってのドレスアップは、はい、お気持ちいいかかがですかいやーこんなにたくさんの宝石が施されたジュエリーを身にまとうのは初めてなのでドキドキしているんですけどやっぱりすごく自分に自信を持たせてくれる。 とても特別なアイテムだなというふうに感じますね。今年も残り少なくなりましたが、どんな1年でしたか、はい、今年は、えー、ドラマや、えっと、まだひそ、えっとね、かにこうこう完成へと向かっている作品との出会いが、自分にとってはこう心の震える、そしてすごく、うん、刺激をもらう。 1年だったなという,ふうに感じますね来年はどんな一年にされたいですかうーんやっぱりこう作り手が胸をときめかせながら完成した作品というのはその感動が絵に反映されるものだと感じているので,でそしてそう,いそういった作品が。えー お客様のもとに届いてそしてまた感動していただける可能性があるっていうなんかそんなものを秘めた制作に携わる時間は自分にとって希望ですし喜びでもあるのでそんな作品に一つでも多く関わっていいお芝居ができるように頑張りたいなというふうにありがとうございまますすよよろろししししくくおお願願いありがとうございます。 さん本日、ブルガリのジュエリーをまとってドレスアップされて、お気持ちいいかかがでしょうかいや本当にこの年の瀬に、こんなに華やかな場に立たせていただいて、すごい今年1年頑張ったご褒美だなと、改めて、嬉しい気持ちです布水さん、今回は推薦者としてのご出席ということですが、はいはい、より輝く女性になるために。 来年2023年はどんなことをしていいきたでですすかそうですねあの今回作家の大森さんの推薦者として立たせていただいたので私も今年は初めて執筆をさせていただいたり写真集をすごくもう20年ぶりに出させていただいたりなんかこう女優としてお芝居を通してだけでなく表現できたりアプローチできることもあるんだなということを。 新しいチャレンジをさせていただいたので来年もまだまだ挑戦する年にしていきたいと思いますブルガリのジェリーをまとってドレスアップされてお気持ちいかかがでしょうか、はい、あのブルガリはずっと憧れのブランドでしたし今回はセルペンティというブルガリの中でもイタリアでずっとこう知性と。 再生の神と言われたジュエリーを身につけていて今年50代になったので、えー、気持ちを一新して何か新たに自分の知性美をまた磨くようなことにチャレンジしたいと思ってたので、えー、そのシンクロニシティもすごく嬉しいなと思ってつけさせていただいてます嬉しいですそんなアンミカさんにとっての輝く女性というのはどういった女性ですかねそうですね常に自分に枠を作らずどんどんチャレンジ を自分の好奇心に正直にこうしている女性かなと私も今年はミュージカルに挑戦したりしたんですけど、えー、どん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 自分のワクワクを大事にしていろんなことにチャレンジしている人が輝いてるなと思います。あこちらです。伊藤無理です。よろ,すよろしくお願いいたします。伊藤さん本日はい。ああすみません。いせんはい。 ブルガリのジュエリーをまとってのドレスアップされてお気持ちいかかがでしょうか、はいえー、憧れのブルガリのジュエリーをこんなにあの多くた,たくさんあの身にまとわせていただけたのは初めてだったのであのすごくあの忘れられない時間になりました。1>, 今年1年振り返ってどんな1年でした、はい そうですね。振り返るとよく笑っていたような1年でした。あの新しいことにも挑戦させていただく時間もたくさんありましたし、すごくあのー、濃い1年でした。来年はどんな1年にされたいですか？そうですね。あの来年も日々を充実させたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。